アンリスが独自の技術で開発した波長走音光源は高コヒーレンス性を持ったユニークな光源です。本光源は単一縦モードの波長走音光をモードホップフリーで出力します。この動画では波長走音光源の原理と特性について紹介します。当社の波長走音光源は外部共振器型でリットマン配置と呼ばれる構成をしています。ゲインチップから右側に出力された光はグレーティングを介してMEMSミラーで反射されゲインチップへ戻ります。MEMSミラーを動かすことでその角度に応じた光の波長を選択的に出力できます。光の波長を連続的にモードホップを生じさせずに走音させるためにはMEMSミラーの回転中心の位置を非常に高精度で安定させる必要があります。当社では長年蓄積した製造ノウハウにより精密な位置合わせと量産性の両立を可能にしました。本製品は走音中心波長1550ナノメートルで走音周波数は 150Hz タイプと 1250Hz タイプがあります。電源は直流 12V の単電源です。電源を供給するだけで波長走音光を出力させることができるためスタンドアロン光源としてご利用いただくこともできます。波長走音の基準としてご使用いただけるトリガ信号および波長基準エタロン信号は正面パネルから出力します。また波長走音幅の設定トリガ信号の位置設定は USB ポートから PC へ接続することで任意に設定できます。この光源の特徴はコヒーレンス長と呼ばれる過干渉距離が極めて長いため測長分野では距離範囲を広くかつ高精度に計測できます。この図は波長走音光源の応用分野を示しています。医療応用では声帯内部の断層構造を撮像する光コヒーレンストモグラフィー用の光源として、インフラ計測では離れた場所から構造物までの距離を計測することでその振動、変異、もしくは形状を計測し健全性診断を行う OFDR 用光源として、プラント計測では人が立ち入れない場所や危険な場所での OFDR 用光源として、産業現場計測では生産ラインにおける部品の外観検査や形状計測のための OFDR 用光源として、光デバイス特性計測では光学部品の波長依存性の計測用光源として、さらには光ファイバセンシング用の光源としてもご活用いただけます。次に実際に光源を動作させた時の特性について紹介します。波長走音された出力光を受光器で受け、その出力をオシロスコープを用いて測定します。すると波長走音の反周期で短波段から長波段へ向かって光出力が上昇し、残りの半周期で元に戻るという周期的な変化をすることが分かります。次に波長走音時の出力光を光スペクトラムアナライザで測定します。波長走音範囲をこのように確認できます。当社光源は制限波的に波長が走音されるため、走音の折り返し付近では走音速度が低下し、その波長での滞在時間が走音の中心付近よりも長くなります。そのため波長走音範囲の短波段と長波段では単位波長あたりのエネルギー、すなわち光スペクトラムが大きく観測されます。ここで PC から波長走音範囲を変更させるコマンドを入力すると波長走音範囲が変わることが分かります。次に本光源の特徴の一つであるトリガ位置を波長で指定する方法を紹介します。本光源はトリガ位置を波長で高精度に指定できます。こちらはトリガ信号、
ガスの吸収線、光源内部のエタロン信号をオシロスコープで観測したものです。例えば吸収線の波長の値を PC から入力すれば、トリガ信号がその波長で立ち上がります。当社が開発した波長送引光源は、精密計測分野や医療分野など様々なアプリケーションでご活用いただけます。今後、異なる中心波長や組み込み型のパッケージタイプといったラインナップを増やす予定です。使用に関するご質問、ご相談は担当営業までご連絡ください。また訪問説明やデモンストレーションも行いますので、ぜひご検討ください。ご視聴ありがとうございました。